りましょうか。眠い。もう毎パート眠いよね、ほんとね。まあ、そんなわけでですね、71年目に話してた次のシリーズの話なんですけど、Xbox 360ってやつでもう気づいた方いますでしょう。桃鉄16ゴールドをやろうと思ってます。はい。まあ、予定通りならですけど、まあ、あくまでまだ未定なんでね。うん、まあ、ああ、なんか変なこと言ってんな、こいつ、ぐらいの感じで、耳傾けておいてください。まあ、そんな感じです。うん、まあ、多分16ゴールドやる。で、僕16ゴールド友達ん家で、一回やったきりなんですよね。だから、実質初見です。はい。実質初見の桃鉄です、僕、正直言っちゃうけど。うん。だから一応触れたことはあるけど、まあ、99% 初見と言っても過言ではない。本当に。うん、99% 初見です。だから楽しみだな。めっちゃ楽しみ。で、あと何より16ってことは、多分また喜多方強いでしょ多分喜多方強いんでしょ相当。ね、だから、喜多方ゲーよ、喜多方ゲーしますよ、今回も。うん、わかんないけど。まあ、そのつもりでいます、とりあえずね。うん。で、そんな感じでいこうかなって思ってるんで、よろしくお願いします。はい。まあ、あくまで予定ですからね。4月のプラス駅ちっちゃいなぁ、にしても。こんだけやって5000万しかもらえないの。10年目ぐらいの8月のプラス駅やん。チェーン店。待って、3進める?ここで?確定やん。ここで3進めるは確定やん。そんなまさか佐久間みたいなことするなんて。え、でもさ、これ破産専任用に取っといた方がいいんじゃないの?ねえ。破産専任用に取っとくか?いや、破産専任だってもうそろでしょ?もうそろだって、あともう5だったもんね。だから次キング来たら俺速攻向かって速攻止まんないといけないんだよ。って考えたらこれ残しとくが正解じゃないの?もう、まあ、増資終わってるわ。もうちょっと増資終わってないとこ行きたいな。もうなかなかそんな場所ないんだけどさ。もうあとはだって単純に行きにくい場所、もう、うん。シンプルに行きづらい場所とかそんなのばっかだからね。佐渡とかね。佐渡、沖縄、ハワイ。もうそんなんばっかだからな。増資終わってないっつったらもう、めんどくせえな、増資するってのももううるせえな!帰れ。そして死ね!勘弁してくださいよ、本当に。もう。ねえ、お前らマジでうざい。おめえらマジでうざい、普通に。もう。そのサッカーのやつクソ長いね、マジで。ねえ。マジでさ、何にも俺悪いことしてないのに、単純に3分操作聞かないっていうさ、ゴミみたいな時間を訪れるからさ、普通にやめてほしいんだけど、そのサッカーのやつ。イライラするってないわ、ほんと。イライラするったらないのよ、それ。そのクソイベント。いや、クソイベントじゃないんだけど、コンピューター同士の争いになると、途端にクソイベントになる、クソみたいなイベントになるんだよ。わかる?俺の言いたいこと。人間参加させてよ。つうか、コンピューター同士のみの争いになるのは、若干しょうがないとして、そこを妥協にするとしてよ。そこを妥協するとして、もうちょっとさっさとやれ。お前何個スポンサーの契約結んでんのね。マジでね。何個結んでんの?ほら。なんでやねーん。あー、ゴミ。カス。今んとここれなら2以外は大丈夫か。2出しそう。めっちゃ2出しそうなんだけど。2出すよなー、これ。こういうのは。チェーン店売られたりする可能性あるからな。入るかい!ありがとう、それは。もう、うん、それはもうありがとう。いや、ノーマルに助かったわ。よかった。なるほど。なんで大体コンピューターより俺の方がボタン操作早いんだよ。全体的によ。お前ら、トロすぎんか?なあ。貧乏神。なんで貧乏神のもらい合いになってんだよ、てめえらはよ。死にてえらしいな。死にたいんか、お前ら。
死にたがりだな、ほんとに。もう、貧乏神もらい受けるとかも、命2個あるやつの、命2個あるやつの行動だよ、ほんと。お前もか！おいおい、1ターンに3回貧乏神僕なんてことないぞ、普通。もう、お前の手垢がついたブロッカーを捨ててやるわ。やったー、嬉しいな、お金入ってきた、嬉しいな。嬉しいな。もうここまで来たら捨てられたくないな。今年サムネなくね、このままだと。なんか一個裏技やるか。前回女湯だったからな。女湯以外の方がいいのかな、それとも女湯でまとめた方がいいのかな。まあいいや。もうお前止まったならもうこれでカウント戻せ。てめえが戻せ。お前が減らしたカウントだろ。てめえがちゃんとてめえで責任取れや。あー出た。毎回ほんと長い。ほんと長い。お前らのそのクソみてえなやつ。チンコすぎるんだよほんと。怖っ。これがあるからな。スリラーじゃねえよ。スリラーは俺だえ、なんかキングデビル流行ってんの？最近の辺にはキングデビルよねみたいな。そういうこと？流行りすぎじゃない？キングデビル。ねえ。お前ら好きだね。なんか、キングデビルそんな気に入った？俺はいらない。なんか俺流行りみたいなやつあんまり好かんのよね。なんかね。なんでかわかんないけどさ、これ流行ってるから見てみようみたいなこと全然しないんですよ。うん、あんまりね。まあ、全くじゃないよ。全くしないじゃないけど、あんましないんだよな、そうやろな。流行ってるからこの漫画読んでみようとか、あんましないんですよね。なんでかはわかんない。しって言うならひねくれてくからかな。うん、ひねくれてくからね、俺ね。あとは単純にね、なんか、そういう流行りを進めてくれる友達が俺にはいね。こういう関係激狭ですから私、うん、友達と言えるような人間ほんとほぼいないですからね。メンバーのあの3人ぐらいですかねほんと。まあ他にもいるにはいるよ、いるにはいるけど、まあまあとりあえずそんなもんで。そういえば近々ウーさんと会う予定なんですよね。まあ動画撮るか撮らないかは別として。戻るしかないじゃん。もう増資も終わってるしな。なんかそういう主要なところ大体終わっちゃってるもんね。そうなってくると何をすればいいんだろう本当に。切実に緑入るんちゃう。あーそれはそれでうざい。あーうぜえな。じゃあ裏技一個見ましょうか。気乗りしないけど。はい。これですね、白浜の、これ、温泉、露天風呂か。これを、まあ、再来増資してると見れるらしいんですけど、閲覧注意です。はい。いや、マジで、まあちょっと見ない方がいいかもしんね。見ない方がいいよ。ほら、言ったでしょ。手前のとこ、ベロベロく、ベロをくねくねさせる。はい。まあ、こうなります。ギャルですよ、ギャルっていう秘書のはしゃぎ、はしゃぎ方もどうかと思うけどね。一応、EA のパターンも見ときましょうか。はい。一応、EA も見ときましょう。はい。早く帰らして。はい。まあ、こうなります。はい。うえ！男なんて絶滅すればいいわ。間三つ。まあ、こんなことになります。なんで、皆さんは見ないようにしましょう。おめえらやたらそこ止まるな！キングいる時だったら完璧やねんけど、それ。どうせキングいる時には止まんないんだろうな。こいつらゴミだし。ああ。こいつら全員死なねえかな。早くね、消えんの。毎回なんか2月には消えるの法則？今時9000万とか、ね。
もらった側もそんな嬉しくないしね。カニ高かったのかな。まあまあ上がってた気がする。やっぱり 40%。ってことは来年絶対ダウンや。来年絶対下がるでしょ、収益。ダリーな、おい。もう、カニ依存じゃん。カニ次第なんよ、上がるか下がるか。